仏教伝道協会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしますこんばんは笑い飯の哲夫です仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組サタデーナイト仏教ですさて今月のゲストは 現役看護師で高野山新温州僧侶の玉置明優さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします看護師さんをされて僧侶の方という、うんはい、玉置さんですけれども、はい、いつから看護師さんをされてるんですか、うん、看護師になってからもう30年ぐらい経つんですけどそんなにはい。えー、でも私はあの学校いわゆる高校出て大学で、はい、もう花から看護師になろうと思ってた のとは違うんですよ。そうなんですか。はい。あの大学は法学部だったんですね。それで卒業して、弁護士さんのところで、あのいわゆる弁護士事務所の事務をやってたんですよ。あ、そうなんですか。あの訴状を書いたりして裁判所に届けに行ったり。はい。でもその後結婚して、え子供ができて、そしたら。 あの重度のアレルギーを生まれつき持ってる子どもで,でちょっと育てにくいかなっていう感じがあったので、はい、まあ最初はその子のために看護を勉強しようと。 えーうん、まあこの子を二十歳まで育てるには大変だぞって、はい、まあその頃は全く素人でしたからね、えー、で看護師の勉強を始めたんです。を看護をしようというところからだからうかあの3歳になるのを待って看護学校に入り直したので看護学校に入った時にもう33とかその頃で言ったらあの出戻りとか言われてたんですよ。一<え>回社会に出て <laughs> それで 看護のところに戻ってくるんで。<laughs> はあ、なるほど。はい。<ー>そんなでしたね。ああ、そうですか。うん、で、その若子の看護で看護の世界にこう入られて、うんうん、で、その仏教の世界にみ、はい、たいなっていうのはこれま。で、えっ、ー、と結局看護師になったお子供の専属にならずに看護師になって働き始めて。ええええ でえっと、15年ぐらい前で話ですけどね、はい、私が仏道に入ったのは主人をがんで亡くしましてねあでまた本当にもう一本木というかもう絶対に病院に入院しないっていうタイプの人で、はい、家で見とったんですよ。そ、えー、そうなんですか、はい、でその時に家族として そうでしょだってご主人そのお若くしてですよね。そう,そうそうそうでしたしね看護師だから平気でしょって皆さんおっしゃったけれども、えー、あの看護って仕事とやるのと身内家族を見とるのってまた全然違うから、えー、あまあ自分がしんどかったんですよね結果的に主人を見とってから49日の時だった。あのー お骨を収めて、はい、その翌日の朝、出家だと思ったんです。わあ、ええ。なんか本当にね、あの、ひゅっとこう降りてきたみたいな感じ。うんっていうとかっこいいですけど、もう一つ理由があって、あの、葬式とかの時に、お坊さんをお呼びするじゃないですか。はい、で、私、それまで仏教と別にこう縁がないから、あのお葬儀の会社が。 呼んでくれたんですよ。はあ、ご縁のないお坊さん。あねあ、そっか。自分とこのその母大事的なとかっていうよりは、もうまず葬儀屋さんにお葬式段取りしてもって、お坊さんもその葬儀屋さんが呼んでくれはったって。あ、うんはあ。そしたらね。はい、まあここだけの話ですけど、ええ、あのお経がね、はい、あんまりお上手じゃない。 ってことがありましてねよく言われる話ですよね、えー、それでも,もそんな時にもう上手にやってやういうねう、はい、オペラかみたいな感じだったんですよあ 自分ででってるような感じですかそしたら親族一同から「なんだあれは?」とすごくなんかクレームを私が受けてしまったんですよ。はい、あんまり、あ、一応募集という、ね、立場におなりでしょうからそれははいはいクレームは受けるは包まねばいかないわしね <laughs> そうですね <laughs> なんかすごく割に合わない感じが、はい、そうですね はいはい、一周期これから三回忌、はい、来るわけですけれども、はい、自分であげるわと。 うーわーすごいだから看護師さんならはった、うん、もう自分で看護するわやし <laughs>、うん、供養というのも自分で供養するわ、うん、うどうもそういうパターンで私動いてきてるみたいでいやーすげーなーえな、ー、それでもあのその2つがね、まあ、降りてきたのと、はい、あのこんなんなら自分でやるわっていうのを2つが合わさって出家するってことになったんです、えー、いやほんままずいレストランとか行ったらもう調理師になりますからね <laughs> 危ないですね <laughs> 危ないですこんなまずいたら、ね、自分で作るでね 調理師またならはると思いますわあ。そうですか。イエー、すごい。うん、ただあの後日談、えー、自分のところの模修に模修、はい、というかあの、えー、動詞にはなれないんですね。要は一<え>あのい一週期とか三回期とかの、はい、いわゆる動詞っていうあの取り行う,<ー>う<ー>はい。 坊主には、自分はなれないんです、身内のものは。そういうことですか。へえ、それは、もう仏門で決まってる。そうです、そうです。だから、まあ、その辺は、自分でまたできなかったっていうことですけれども。ああ、そっか。その世界には入ったけれども、自分メインでの供養ということは、難しかったという。あの、法へはできないということ。法へっていうのがね、まあ、ご供養は、そのね、個人個人ではできるけど。法へという公式な、ああいう、まあ、お経をあげたりとかっていうのが、自分でできない。はい。 あそうなんですね<ー>いやすごいなあ <laughs> そうでございますかどいやもういろんなもう。 うよ曲折のね折歩んでこられたという、ええ、へえそうですかでもその僧侶にその習って、うんはい、ご自身のなんか変化っていうのはありましたか、うん、それはありましたまあそんなような動機でね入った道ですけれどもね、ええええ、やっぱり一応講野さんで修行をしました、はあ、でその後私が一番自分自身で変わったと思うのは、はい、やっぱり寄り所を得た ってここととだと思いますすよりどころですかやっぱ生きてると迷ったり困ったり、はい、腹が立ったり,ったり、ええ、いろいろあるじゃないですか、ええ、までもかつてはその時にもうそれをどう,どう消化していいかわからなかったんですけど、はい、今は戻るるところがある、ええ、だから仏教の教えっていうものを軸にしてね。 そんな気がしますね仏教では「よりどころ」っていう言葉はよく出てきますもんね「ええはんにゃはらみた」とかね「ええ」っていうね「何々による」というような言葉があってでもやっぱりそのね受け皿って言ったらね失礼かも分かんないんですけれどもなんかこうね自分がなんかどこまで落ちてもここがあるんやしっていうふうに思えてるっていうのってねんか励みにもなるしそれこそ苦しみを乗り越えるっていう仏教の第一義のところでねなんか大事なことかなって思ます 思ったりするんですけれども。ああ、はい、うん、そうですよね。よりどころ、やっぱりそこって。大日如来さんという存在は大きいですか。そうですね。本当は、うん。やっぱりそうかも。でも、私。うんうん うん不動明王さんの方がああそうですか面白い修行中もねものすごく助けてもらったんですよ修行のやっぱ守護神という存在がやっぱ不動明王さんっていうイメージありますはいその修行中に私ちっちゃな子供も置いてあの山に入ったのでで修行中ってあのどうしてる元気っていう電話もできないしあの手紙も無理だしだからもうその間無事にいるのか っていうことが気になったりするわけですよそうですよね、うん、離れてるからただ電話一本したらもう修行はそこで終わりなのではだからは、うん、気になりながらも やってると、ええ、こんなことしてる場合じゃないんじゃないかなって<ー>母親としてはもうとっととやめて家に帰って子供の面倒を見てた方が真っ当だろうとか思うでそのふうな迷いがあった時に教えてくれていた両官さんにそれがまあ、はい、バレましてねあ<ー>まあ態度でわかるんでしょうね <laughs> こ,この人魂が入ってないっていうのうでその時に教えてくださったんですよ、はい、不動明王の御神号を唱えなさいと そうすると同、<ー>同志、同志よね、えー、あの不動明王は同志さんをいっぱい持ってらっしゃるんで。えー、その同志を飛ばしてくれる。はい、で、その同志さんには四千人っていう、また、えー。えー こ子同士がくっついてるわけそれが丸ごと飛んでいって、うん、あなたの代わりに子供さんを守りますよって教えてくださったんですね、はあ、ですかだからもう朝に夕に不動明王のご神言を唱えて、はあはい、同士を飛ばして守ってってやってたんでものすごくね、うんえー、え。あの それこそ私と不動明王が同士なんですよ。すはい、一緒に頑張ったよなみたいな。<laughs> ああそうですね。ちょっと後輩見えました今、ね。はい。あの日の日の後輩鳥がちょっと混じっているという。いえー、ああそうですか。あ、うん、すごいなんだか修行中その不安なところっていうのをね、えー、なんとか拭ってくれはる存在が不動明王さんだっ,って。はいあ、はい、そうですかー。すげえなー。 え、ね、うん、今は。うん、えっと、どういう働き方をされてるんですか。はいはい、今は病院の緩和ケア病棟っていうところに勤めてるんですね。そうですか。はい、もともとはね、ずっと外科畑だったんですよ。<ー>心臓血管外科とか脳外科とか。はい また看護師さんでも大変なところのね部署でやってはったんですね,で,すねでもこういう修行終わってこういう体になりましたでしょ、はい、そしたら外科はちょっとねだってみんな「助けて!」って来るわけじゃないですか、はい、それにこういうのが出るとね「えー、呼んでない」って、えー、<laughs> <laughs> フライングだって 言わわれるわけですよそっかっお葬式モードまだいらんみたいなね縁起悪いってことにもなるんでんんちょっとねということになって緩和ケア病棟です緩和ケア病棟っていうのはもう,う余みを3か月って言われてる方々のところなんでねそこでじゃあ何やってるかっていうとスピリチュアアルケアっていうことをやっててましてこれね勘違いされる方が多いんですけどスピリチュアルケアって医療用語なんですよ。 W H O 世界保健機構が、えー、全世界的にスピリチュアルケアをもっちゃったちゃんとやりましょうって言ったのが1998年ぐらいの話なんです。あそんなに前ですか。はいえー、でじゃあ何かっていうと。 まあ本当に難しい概念なんですけど表現するのが私の力ではね、はい、えでも心よりももうちょっと深いところ根源的なことですね、はあはあ、なぜ生まれたのか、はい、そしてなぜ死ななければいけないのかどうして病気になったのか<え>そしてどうして治らないのかわ、うん、からないことばっかりなんですよそこのところでもやっぱり最終的には私たちって考え始めてしまう時期があるんですね。 うん、もう存在自体が揺らぐような苦しさ、うん、それをケアしようっていうのがスピリチュアアルケアなんです、まあ、平たく言うと亡くなりゆく方のお話を聞くというのが今の私の仕事です。うん 本当にこういう話ってじっくりさせていただくことってやっぱりはばかられることやし、うん、なんか聞く機会もやっぱりね僕な,かなかなかそんな周りにもなかったりとかしてあれなんですけれどもだけどそういうのは具体的にこうやって放送で載せても大丈夫ですか、うんうんうん、大丈夫ですせちゃダメなことは喋りませんけどあの やっぱり対峙した時に、一番こう言葉選ぶのって、やっぱりこの。寿命が、あの、いつっていうふうに、ならはった方やと思うんですよ。うん、そんな方と、このお話しされるって。ほん、すみませんけど、具体的にどういうお話しされるか聞いてもいいですか、うんうんうん。もちろんです。もう、あの、いろんなお話が、ご本人から出るんですね。ええ、もちろん、いつまで、生きていられるだろうか、っていうようなお話もあれば。ええ、でも、一番多いのはね。はい なかなかお迎えが来ないって話かもしれないそうなんですか言、うん、<ー>うなれば医療があと三ヶ月です、はい、つまりもうあなたの病気は治すことはできませんっていうのは宣言しちゃってるじゃないですか、はい、でそれを聞いた時点で、ええ 覚悟というか、もうしょうがないなって思うわけですよね。あそうならあるんですね。あとはもういやそれは勝つはありますけどね。でもあとはそれがいつ来るのかを待つわけですよ。待つ対戦になっちゃう。はいはい。で医者って割とこう一番タイトなところを言うんですね。ああ。だからあとそう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 。それはあのあと三ヶ月ですって言って、はまあ四ヶ月五ヶ月になると。 ドクター的には、ええ、先生3ヶ月って言ったのにこんなに生きてありがとうございましたって言われるじゃないですか。逆だったら先生5月まで平気って言ったのに、ええ、なんでこんなに早くってこともありえるじゃないですかまに いう傾向があるんですね。うん、そうなんです、ね。で、そうするとご本人はそこを越えてもお迎えが来ないことになるわけですよ。うん、ああ、はそうすると三ヶ月って言われてたとこまでは気持ちはしっかりしてたけど、えー、いや三ヶ月超えたけど一向にお迎えが来ないのはもう辛くなりますね。ああ、そうながあるんですかうわ。<laughs> いや知らなない世界なんで、うん、でもそういった方々がまあ3か月過ぎてお迎えが来ない、えーはい、早く死にたいって言われたら、うん、哲夫さんだったらどう答えたくなります、うんえー、そうですねえっ、ー、とでもそう思えてはるってことはまだもうちょっとなんか、うん、ねなんか言葉残して。

なんかものすごくみんな順番待ちしてるみたい<ー>でも<ー>なるべく早く迎えに来てくれるようにお祈りしますねっていうふうにお伝えしてるんですだから<ー>そのそんなもう <laughs> そんなドタンバの冗談ドタンバの冗談ですやんか <laughs> お忙しいらしいではでも結構みんなそれをあの受けるんですよ、はい、あそうですか、うんうん、えー、そうなのって言ってもう<ー>し,ょしょうがないわそれならみたいな感じで,でもそれってやっぱり相当覚悟をもうしてらっしゃるってそうです,そうです,ねですよねうん ちなみに覚悟も仏教用語でしたよね。確かにそうです。悟ってはるんですもんね。んね<え>いやもう本当ね死の死をもう目前にした方ってねうもうどん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 仏化していく。はあうそうですか。そんな気がします。いやー、うん、すごい仕事してはるな。で今はえっと。

在宅で療養されてる方もいらっしゃいますからねその方々からまあオーダーを頂い,いて。 はいはい、うちの家で寝てるおじいちゃんのお話を聞きに来てくださいっていうお札をいただいてご家庭を訪問してお話をお聞きしたり、えー、それからそういう活動をするやっぱり仲間が必要なので、ええ、のスピリチュアルケアってどういうことかっていうのをお伝えするあの、まあ、勉強会講座,、はい、講座をやったりしている団体です。ああそうですか <laughs> 僕あの小っちゃい時に、えー 私は会になりたいっていうのがあってあ、はい、で、えー、両親があ若い時にそれを見たと、うん、いうので今までで一番ジンときたテレビか映画かっていうのを、うん、私は会になりたいやねん」というふうに聞いたんですね。うん、で何回もリメイクされて,てのあるんですけど、はい、なんかその中で出てくるシーンで一番衝撃的なのが、うん、その。 まあ、死刑になる方っていうのにその、まあ、死刑にはなるけどその怖さを、まあ、減らしていくっていうので、うん、僧侶の、まあ、説法みたいな感じ、うん、でそのシーンがなあ言うて親が言うてたんはすごい覚えてるんですよ。<laughs> ごめんなさい言ってたんですね。うん、ですけどだからそれがあるから僕ほんまにそんなまあ 悪ですよ悪ですけどもそんな死刑になるぐらい悪いことはしてないんです、うん、なんですけどもし自分が死刑囚だったらっていうシミュレーションめっちゃやってまうんですよ。<ー>ねえあるんですけどその時にお坊さんからなんていう言葉を投げられたら、うん、死刑を俺は受け入れるんやろう、うん、なって思うんですけどその答えななんて出ないんですよねそりゃそうですよね,、えー、ねえでも私今ちょっと浮かんじゃったあなんて言おうかうわっ えー、いいですか。うん、ちょっといやじゃあごめんなさい、はい、あのすいませんめっちゃ悪いことしてまいりました。うんうん、もう僕のせいで戦争になりました。いろん,んな人が兵士がなくなってしまいました。もう僕です。すいませんちょっとすいませんあの玉置浩二さん何とか僕に言葉ください。はい、来世は頑張れ。<laughs> <laughs> <laughs> どうでしょう。<laughs> <laughs> はい、ほんまジュヤでもあのね玉置さんに言われたらなんか。うん ちょっとなんかね<あ>見えましたよ見えましたなんか憧れドア開きましたあ良かった何せっ,ってなりましたあ良かったですあんまり信じない本なんですけどいやちょっと見えましたね、うんうん、まあでもやっぱりやっぱなんか現実的なシミュレーションしたら、うん、やっぱり死ぬの怖いって思った死刑は怖いと思ったんで、うん、悪いことしないでおきますねはい。 絶対悪いことせんとこって思いました、はい。そう <laughs> いたしましょう。はい。<laughs> あのう、ー、玉置さん的に今後、叶えていきたいことっていうのを、うん、教えていただいてもいいですか、はい。もう今やりたくてやりたくて仕方がないことがあって。<い>それは、看取りの家を作ることなんですよ。へえ。家を作ろう。うん。ほあ。あの、今、空き家がいっぱいあるじゃないですか。はい、問題になってますね。はい、そうなんです。そこを使って、はい。 たらどっていう。うで正直これから人がもっともっと死んでいく時代になりますからね。そうですね私の計算でいくと、二十秒に一人人が死ぬ時代が来ますね。ああ、あそうなんですね、はい。でその時病院ってもうベッドいっぱいなんですよ。ええー、もう今でもね、病院はパンパンになってるって問題になってますよね。うん、で、施設さんもね、はい、そこそこいっぱいです。あ<ー>うん。すと、そのうち溢れておうちでっていうことになりますよね。そうですね。でも、うん。はい 自宅で介護ってそうそう簡単ではない。まあそうです。そのね子供とかも大変です。孫も大変。みんな働いてるし、まあお家もそんなに広いわけじゃないし、何しろ進路気持ちの問題も大変だし、だからその空き家を利用して、まあそこへねいると、ご本人はね。で大変なところは私たちが。 見ますでご家族はいつでも来て泊まってくださってもいいし遊びに来てくださってもいいし家だからそんな風なねイメージを持ってるんですよ。うわいいですね。何かが見えるっていうのは何ですか何が見える 例えばその海の見えるとかね。いいですね。ええ、そのすごい竹藪が見えるとか。いいですね。なんかそのね、まあ小説のタイトルにななりそうなね感じですけど何かの見える部屋とかでね。いいですね。ええ、まあちょっと今あのこれかっていうもう秋夜を今もうちょっと検討つけてあるんですか。どんな感じですか。何が見えるとか。例えば電線が見えるって感じですかね。都会なんで。都会やな。でも。 実はそういうなんかいいですよ。あと柿の木が見える。ああいいな。うわ。そんなただでもそういうあの海が見えたらいいなと思うけど遠くに行っちゃうとご家族来れないからね。本当それですよ。ねやっぱり近いところでっていうねやっぱりそのずっと慣れ親しんだところでというようなことが大事だったりします。だからねその電線もいつも見てた電線どうですか。 いいじゃないですか。繋がってるんだってまた思いますしね <laughs>。いいですね <laughs> う。うんまあ手作りみたいなもんでね。そう。電線っていうのも実はここで電気うち通ってるけれどもそのよその家も通って通って言ってね。うわーこれでなんちゃら電力会社のとこもうつながって言ってね。うん,うん、うん、僕ねあのー、やっぱりこう新幹線でね。はい。全国移動させて持てるんですけれどもうん、うん、やっぱりね全国超スピードも 超特急でね、うんはい、ガーッとこうねとんでもないスピードで移動したら、うん、何が一番目に残るかって言ったら、うん、やっぱ高圧電線なんですよ <laughs> 高圧電線は都会田舎関係なくずっとあるんですよ山ん中とかでも絶対あ <laughs> 絶対ある あるのが高圧電線だから僕関西電力の友達おるんですけどもうほんまにお礼言うてるんですよ。自民党の会社のおかげでおいらっていうのはこうやって生活さてもてるからな。ですよねす電気でね演技つながりをね感じるっていうでもほんまそうです電線の見える家で緩和ケアで最後見とる。ねえ。いやすごいだからすな話ですね。 ま死ぬのもお金かかりますからね。ます。わはい。お坊さんの。こういう。困った。ほんま、それ、しみますね。それ、医療の現場でも、そうなんですよ。緩和ケア病棟、月いくらかっていうのは、<ー>今、ここでは、ちょっとはばかられるけど。はいはい、結構な値段がかかるわけですよ。皆さんね。実は。 ベッドの上でそろばん計算もしてらっしゃる、うん、やらいますか自分のこの後こ<う> <laughs> だけ予定三ヶ月って言ったから計算したのになんかこれ以上伸びるともう貯金があっていやもうほんまんねもうなんとも言えないですけれども,そ,でもそれを見るたびにね人が死ぬっていうもう最後の今回の人生の最後のお仕事のところでね、えー、そんな気によ 気にしなければいけないねお金のことなんか、はいはい、でもそれがもう本当に嫌で。 拝見しててだからみ取りの家は本当にもうお金がない人もある人もいいよって感じにしたいんですよ。へえうわその活動ね何度か協力することできないですかそれは本当ですね世の中にはいろいろな大金持ちがいるじゃないですかもう月に行っちゃったりなんだりしってええ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 え 結局世の中ブツブツ交換ですからブツブツ交換っていうのがものが大きになったらもうお金っていうのにせなあかんかっただけの話で結局やっぱりねもうご飯も自分の白ご飯しか持ってなかったら美味しいんですけれどもその白ご飯ちょっとあげるからその魚ちょうだいとかねお肉ちょうだいとかでブツブツ交換なわけですからだからそれっていうのをブツブツ交換でねだからそれを出たら交換しますんでで代わりに。 って言ってやっぱり手放しは手放すだけ絶対自分とこになんか戻ってくる。これがブツブツ交換の原理じゃないですか。でもちょっと待ってください。一億にいただきた。私はいただきましたけど、ブツブツとなるとこっちから何をあげれば。まあブツって言ってるかやっぱ仏の教えを。それですね。そうですよ。一億以上の価値ありますやんか。そうですよね。もう堂々といきます。はい。うまいことまとめました。はい。すみません。ではあの最後にあの僧侶の方に来て。 いただいた時は、えーはい、いつもフリースタイル説法っていうのを一分間お願いしてるんですが。は一、いえーはい、分間のフリースタイル説法、お願いしてよろしいでしょうか。はい、わかりました、はい。お願いします、えー。今日はですね、私がしばしばご相談を受ける。自分を変えたいっていうことについて、ちょっとお話ししようかなと思います。自分を変えたいと思ってらっしゃる方。まず、自分ってなんだってことなんですね。私は、自分っていうのは、チョコレートドーナッツの穴。 ののよううなものだといいううに思っています周りに集まってきたもので自分が決まるこれを自と言いまますす分のののつまり特徴のようなものですねじゃあ何が集まってきているのかこの集まってきたものその状態を縁起というふうに言うんだと思うんですね。なのでもしご自分を変えたいというふうに思われるんであればご自分の周りに集まっているもの つまりチョコレートのドーナツ側を変えないと変われないということなんではないかと思うんですじゃあどうやって今はチョコレートドーナツになってしまってるのかっていうのはこの次にお話ししたいと思いますいやありがとうございますいい例えでやってくれはりますね <laughs> でも確かにそうです。演技ってほんまそうですね。うん、側でね。はい、うん、なんか自分の周りにこうね、うんえー、それもまた原因っていうのが自分が原因やったりもするんでしょうけれどもね。な、うん、んで集まってるっていういやほんま不思議なことに、わほんま物心ついて一番最初にいい匂いやなって思ったのが、うん、ミスタードーナツやったんですよね。<laughs> その物心ついて初めてがミスタードーナツの。はい。あの隣の<お>あのま。あ 奈良県でやったらちょっと大きめの駅みたいなのがね、うん、うちの町の隣町やったんですでそこには、まあ、ミスタードーナツが、ねはい、あるような駅やったんですよ、えーえー、でほのかなその香りがファーッと駅のところにねあ<ー>ドアバーッと開いたらファーッて香ってくるっていうねう耐え難いですねそうなんですよでそこの駅を通り越して耳鼻科に行って子供の時に鼓膜破れてね <laughs> で母親にその,まあ隣そのさらに越して隣の駅まで耳鼻科行って、えー そ、ね、のちびっで耳の治療を、えーまあ、して泣かんかったら帰り、うん、ミスタードーナツタルはやったんですよ痛かろうでしょうでも毎回泣いてああいいで毎回その戻ってくる時にぺってドア開くんですけれども匂い,<や>いだけで食べさせてもらえない <laughs> 泣いたしお母さん厳しいいやもう昔の育て方僕はねああしていただいたと思うんですけれどもでもほんまあ、それで、うんまあ、永遠の憧れという匂いなんですよ だから今のチョコレートドーナツのそうやって集まってきてる、うん、言ったら縁起でね、うん、こうなってるっていうのは、はい、まあほんま自分はそれを集められなかった、うん、泣いたからっていう真ん中の,の空洞だけみたいなね。ありがとうございます。はい もう今指輪みたいになってます <laughs> いろんな人がいっぱい来てくれて <laughs> ダイヤの指輪みたいになってます,す <laughs> ありがとうございます、はい、さあということで今夜は現役看護師で高野山新言集僧侶の玉置妙優さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました さて、この番組ではメッセージを募集しています。番組の感想や日々の生きにくさを感じたら軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグ、サタデーナイト仏教、もしくは番組ブログからお願いします。ここで一つ、えー、大阪市淀川区のむっちゃんです。ありがとうございます。6月22日の放送分で、小池陽人さんがお寺がサードプレイスになったらいいなというお話をされていたとき、哲夫さんはお酒があったらいいですね、とお話されていましたが、確か東京の方で坊主バーがあったと思います。 お坊さんが経営されていてお坊さんとお話ができるところだと思います。手さん,いっ,ぺん行き張ったらどううでしょうかってねあ確かに僕もなんかこれパってネットでなんかあのピュッて出てきたやつありました「坊主バー」とか京都にもねあるんですよ。あの一回あの知り合いの人に連れて行ってもらったことがあります。 ごめんなさい。今のちょっとマウント発言でしたっけこれ。今やばいんですよね。あ、俺もこっち知ってるから、みたいなんて発言やばいんですよね。すいません。ちょっとマウント取っちゃいましたね。ごめんなさい。すいません、むっちゃん。知ってました京都にもあります。<laughs> えー、これね、どうやらスタッフさん調べてみたところ、四谷坊主バーっていうね、宗派を超えた現役僧侶が在籍する夜のお寺だと思うでね。<laughs> あ、ごめんなさい。それは知りませんでした。 それは知りませんで,したでもよう書いたその淀川区のむっちゃんも「あこんなんあんねんで」って僕に言ってきてるってことはそれもマウントかもわかんないですもんね結局はねあ違うわそれはあ,あれかあのー、良心そうい,うあのいい心かそれはなおすすめっていうので教えてくれただけかまあそうですねまあまあ僕はまあマウント取る気で言ってますけど京都にもあります 知ってますむっちゃんメッセージありがとうございました番組ステッカーのシートをプレゼントしますお楽しみにというわけで月日は白体の価格あっという間に時が過ぎ去ってしまいました来週もこの時間に仏教をしたいと思いますここまでのお相手は笑い飯の哲夫でしたあいし仏教伝道教会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教 この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました。